こんにちは、ガチョウです。本日はですね、ソル使っていきます。先月からね、かなり激アツなヒーローなんですけど、まあソルといえば、まあ生徒会ね、とりあえず、まあ現環境は必須とね、まあ、言われてると思うんですけど、まあその中でもう一枚どうするっていう話で、まあ昔だったらマジウラとか、まあ、流行ってたけど、まあ今マジスクの通り良くないしっていうところもあるし、そうだね。うん。まあ、ゆららも、食べじもまあ強いけど、うん。まあ、もっといいカードないのかなって思ったときに、まあ、個人的に武術家が今一番熱いんじゃないかなって思ってます。武術家生徒会ソル。これね、マジで結構ね、使ってる人多くて、今、天の弱とか上位にいるけど、まあ、大友がね、ずっと使ってたり、まあ、他の人も結構武術家ソルね、見かけます。まあなんたって、その武術家もね、生徒会も両方、工場で組めるんで、まあかなり強いんじゃないかなって思ってる。で、まあそうだな。まあもちろんダメかはね、なんかコラボダメかあった方が、まあいいんだけど、やっぱ足速いおかげで、まあ割と D 場でもね、全然、なんとか、まあなるし、まあむしろ D 場の方が生徒会とかね、浮きやすくて、まあ、家側より全然強いと思うしって感じで、まあ、工場でも割と、まあ、いいデッキ組めるんで、結構ね、おすすめなんじゃないかなって思ってます。まあ、ガンナー即詰めれるから、そう、全然 D 場でもなんとか、まあ、なったりするし、まあ、ここもね、どん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 詰めていくんだけど、いいね。まあ、生徒会でね、加速で無理やり根元から当てれば、まあ、ある程度ダメージは稼げるんで、で、あと、早めにね、ウイルス化で詰めてカード吐かせて、まあ、即引いてっていうスプリンターみたいな立ち回りができるのも、まあ、結構いいのかなって思ってます。うん。なんかさ、ソル、足遅いじゃん。いや、もしかしたら、いや、まあ、足目あればそこそこではあるんだけど、なんかワイパーすぐ決めるとか、通常ゴリゴリ当てていくとか、なんか立ち回り的に本当に、めちゃめちゃ足欲しいんですよね。まあだから本当になんかソルはね、スプリンターぐらい速い方がマジで強い。頑張って殴ってくんだけどさ、夕暮れが強いんだよな。これめちゃめちゃ夕暮れの強いとこ出てる。今なんか評価高いよね。まあ、4価がね、最強なのはまあもちろんあるんですけど、夕暮れもまあかなり、まあ、即時回復プラス持続回復で、これ今熱いのかなって思ってます。まあ、パワーとかでも積んでる人結構いるし。まあ、無色転生コラボ。うん。まあ、他のカードちょっと微妙だったりするんですけど。まあ、なんか、割とね、見かける方ではあるのかなって思ってます。で、マジで、なんか強すぎなんだけど、ワンパンには叶わないね。まあ、そんな感じで、もう一生詰めてね、勝つ編成。裏当たり、ソル。まあ、これの、当たりがね、チュンリーバージョンがめちゃめちゃ今シーズン多いのかなっていう。まあ、ステロによるのかもしんないけど、なんか多い印象ありますね。この生徒会ダブルコンビと、なんか常に周囲打ってくる裏がやばすぎる。まあ、その武術カールをかけて、どっか変なとこ飛ばしても、裏がね、すぐね、詰めてバイパーでね、着地枯れるんで、まあ、っていう点でもかなり相性いいよね。まあ、それ固定やーんって、まあ、なるんですけど、まあ、固定でね、まあ、最強編成の一つとして、まあ、強いのはもちろん、野良でも結構、その足が速いっていうのは、まあ、アド取れやすいんで、うん。なかなかに。まあ、別になんか、通常ゴリゴリしてってもいいし、生徒会のクール軽いし、まあ、その可能にがね、詰めるってわけじゃないから、なんかそんなにウェポン2枚目必須って思わないんで、まあ、野良でもこういうデッキでも強いんじゃないかなって思ってるんですけど、さあ、これ触ってくれたんで、キリトとアスナをワイパーで飛ばしたい。まあ、さすがに武術家じゃねえわ、D バー入れるよね。まあ、一旦引きかな。自陣がまだ安定してないんで、まあ、ちょっと自陣見つつ、まあ、ダメか張ったんで一旦引きつつって感じで、やっぱ足速いから、まあ、ポータルにも入りやすいし、マジでいい。ちょっと剣使ってたんだけどさ、思ったより生徒会の攻撃捨て、そんな悪くないんだよね。まあ、っていうのもあるし、体力がやばいから、もうやばくない？ 1 万。
千案の。まあ全然ね、いい。まあ、生徒会で軽く出るし、まあ、バイパーはめれば全然ね、生徒会武術家の並びでも軽く出ますし、なんか全然問題じゃないんだよな。で武術家4個切って、ゴリゴリ削っていきますよと。全然死んでないからさ、めちゃめちゃ育ってるんだよね。いや、やっぱ生存力上がるのも、そのソルのアビリティが生きるから、まあ、結構いいですね。で、まあ、ゴリゴリ無理やり削っていこうかなと思ったんだけど、うまくいかない。まあ、足速いから、結構、滑り HA で、ちょっと思いっきりね、ドヤ顔バイパー狙っても面白いんじゃないかなって思ってます。やっぱバグらせるのも、まあ、それ強い点なんで、まあ、マジで D は強いな。全然強いんだけど。まあ、クール重いんだけどね。いや、にしても全然、まあ、ありだと思うんだよな。で、復帰もかなり早め。で、ナイス HS。まあ、HS 来るんで。まあ、2枚は飛ぶ。で、HS 入ったからこれ、はめれたらいいんだけど、はまるか。はまらなさそう。はまらないよね。うん。まあ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 。まあ、時間的にもう勝ちなんで。はい。HS 待って、終わり生徒会打って、勝ちっすね。素晴らしい。あ、ちょっと言い忘れてたんですけど、今日はちょっと音がなくて、すいません。なんか、録画の設定間違えて、音消えた。まあ、その BGM と声だけで。よろしくお願いします。ちょっとね、ワイパーとかね、はめた音が、まあ、かなり気持ちよかったりするんだけど、ないっすね。全部切り取られたし、これ。育ってるとか嘘ついてんやん。全部切り取られてるし。で、ラストは、めちゃめちゃ広いステージです。なんか、ステロ的に、ステロ？土日？わかんないけど、土日かな？なんか広いな。で、とりあえず、対電ありそうだったんで、手前カバー入ります。対電ちょっとね、白虎で、据えたらいいなっていう。青、アンジュあって、対電ないわけないんで。うん。で、なんか間違って座ったけど、なんとかなってる。で、共演中なんで、あんまりなんですけど、生徒会打ってみる。何にもダメージ入ってない。まあ、相手ね、途中で弱点ずらしましたね。賢い。最初多分、ジャック王の赤だったんですけど、うん。なんかにずらしたな。共演は、入ったから、なんか残ってたんですかね。で、あれやこれやしてる間に、4点目が取れちゃってます。でも、ポータル取れたらね、マジでほぼ、勝ちなんだよな。このゴキブリ2人と、勝ち越し1人で、めちゃめちゃ耐久力あるんで、マジで強い。で、当たりがなんとか、まあ、ドルキもあるんで、頑張ってくれてる間に、武術家もあるから復帰ができますよと。うん。で、順番に入っていけばいいんで、相手ガンナーがいないからね。まあ僕らもいないですけど、基本的にガンナーいないから、もう先に取っちゃえば、マジで結構、勝てる。実際ね、勝率、この日は 80% ぐらいあったんで、やっぱこういうなんか、雑に強い編成っていいなって思いました。特にその連携とか必要ないからね。なんかみんな適当に突っ込んでいけば、なんかすごいね、めちゃめちゃ圧かかるんで、やっぱバトワリはね、何試合もやるんで、まあ楽に強い編成がいいっすよね。まあそのパフォーマンス高ければ、まあもっと強い編成っていうのはもしかしたら、まあ全然あると思うんですけど、まあでもね、平均的にパフォーマンス高い方が、まあ、勝率的にはいいのかなって思うの で4課が最強すぎて、で武術家あるんで帯電避けれて、でその後もう100個上がってくるんですよね。10秒なんで、まあ、ちょっと血が遠いちゃった。
で、セールとか入れるけど、なんか今回の試合の相手全然ダメージ入らないな、セールとか。まあ、ダメか最初あったっていうのと、まあ共演の上からっていうので、あと防御高いとあんまり入らないっていうのはあるのかもしれない。で、ヤック合わせて、勝ちっすね。はい、まあそんな感じで武術化それでした。いや、マジでね、めちゃめちゃ強いし、まあ誰でもね、使いやすいと思うので、まあ今のね、生徒環境ね、ぜひ使ってみてください。ということで、ありがとうございました。